皆さんこんにちは、レイボーゴボです。今日はぶっちゃけ言います。2008年にライオンズが優勝したっていうのを、なんか俺もそのアリーワークやったとか横浜で育てたとか言われてるけど、全然やってないです。今日来てくれたこの三井さんがいて優勝できました。今日三井さんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。まあ、僕の大先輩なんだけど、三井ちゃんと呼ばせてもらってあのジャイアンツ行ってから懐いてるんですけど、まずやっぱあのキコアラーの方で、言い切れる人って正直いないんですよね。ああなるほどね。歴代のスコアラーの人知らないんで、どんなミーティングしたのか、西武のスコアラーの人って、まあ根本さんだったり、根本さんみたいな、そうそう、確かに亀井だって、今なら亀井だったり、亀井君、まあまあ、まあ、言い切る方ですけど、なかなか言い切れないですよね。ただ簡単に言えば、このピッチャーはこの攻略でいいんだよっていう全体像は言えても、2-2からスライダー張っていいぞとかちょっと言えないじゃないですか。俺そんな生きてたっけ。確実に生きてましたね。そうだっけ。間違えたら大変じゃん。まあでも結構俺も謝ってたからね、選手の前で。いやでも僕謝られた覚えないですよね。どうしても例えば野村弘樹とかのフォークとか、チェとか苦手だったの、左の。僕山張らないタイプじゃないですか。確かに。でもどうしても苦手なんですよね。初球フォーク張ればいいじゃんって、で張ってホームランとか。フォーク張るってなかなか言えない。なかなか言わないね。フォークあれあんま聞かない。俺なんでそんなこと言ったんだろう。いやでもね、デーブだと多分打てるから。打てるバッターにしかそんなこと多分言わないよ。初球フォーク張ればいいんだよ。どうなんかフォークって言ったらホームランになったとか。まあ大きな我々の逸話として残ってるのが、 WBC でベンチ入ってたじゃないですか。スコアラーとして。イチローが最後打った時ですか。あのイチローってなんか聞かないタイプですか。もともとどうなんですか。もともとね、あの最初の第1回大会の時にイチローミーティング出なかったらしいの、全く。そうそう。でそれを王さん王さん聞いて、一応ミーティング出たいから、でも気にすんなって、あいつはあいつのあの行動があるから、分かりましたって言ったら、初日は東京のミーティング、最初の東京のミーティングからいんのよあいつ、俺いるじゃんっつってそれからずっといるのよ、でもその別になんか質問するわけでもないし、ただ黙ってこうやって聞いてただけで、でも一番最初のね、韓国戦でね、キム・ガンヒョンってあの左のスライダーピッチャー、あれが打てなくて、日本が、それでどうするかって、あの、まあ、亡くなった星野さんからも、あのスライダー打てないからまっすぐ出ないでいけって言われてて、そっかって、じゃあ打てないなら打てないスライダーを狙っていったらどうかと逆に思った。逆にね、逆に三井ちゃんはね、そうそうそう。そしたら原さんが監督で、お前対策決まったって言うから、決まりましたって、どうするって、スライダー狙っていっていいですかって、OK、じゃあやってみようって言って、やったらそれがハマっちゃったのよ。イチローが一番バッターで、そのスライダーをね、ど真ん中のスライダーで見逃したのよ。これで狙う予定だったんだけど、そう、あ、違う違う、ごめん、ど真ん中のまっすぐ見逃したのよ。そうそう、打つやつなのに、それ見逃して次のスライダーをカーンとレフト線に2塁だからな、そっから始まったのよ。はあ。そうそう、それで結局崩してくれたのよ、そうしたら向こうの韓国サイドが、そのスライダーの癖が分かってるとかって、なんかわけが分かんないこと言い出してこれはラッキーだと思って、あ、もう考えてくれたって。そうそうそう、でノックアウトしちゃって、だからその後キム・ガンヒョン1回しか出てこなかった、中継ぎで。本来はそいつが来たら負ける的なピッチャーだったんですね。そう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 、まあ、あいつのスライダー打てないからって言われてたから、じゃあ逆に狙った方が、打てなくてもいいから、多分韓国とは優勝するまでに5回は当たるだろう、それまでにそのスライダーの軌道さえバッターが分かってれば、まあ、そのうちなんとかなるんじゃないかっていうことで狙わしたのよ、それがまんまと当たっちゃってびっくりした。そう、びっくりした。それが始まりだったから、そう。でもラッキーよ、もうそれでベンチ大騒ぎも、まあとても打てるピッチャーじゃなかったわけですね。打てるピッチャーじゃなかった。そう、もう絶好調の時だった。彼の絶頂の時かな。もう今だんだんこう下がってきてるけど、でも実際に僕がジャイアンツ行った時は野手の方を見られてたじゃないですか、三井ちゃんの簡単な方法が僕の中で把握してたのは、まあ、申し訳ないけど二足三本みたいなピッチャーはもう好きに行けよと。だって、まあ、あれ指示に好きだって、俺もそれ分析するのめんどくさいんだってこんなの分析いらないでしょぐらいのそうそうそう、ね、タイミングあったら全部いけいじゃん。そう、中継ぎ来るような、もうしょうもないのはもう別にええやんとか、そういう感じで、そう、めんどくさいのもだってこれで面白いと思ったら、僕今でも使うんですけど、
例えば佐々木どうしますって聞いた時に、ああそんなのね、まあ、打てないんだよ前提はって。そう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 、基本的に、ね、じゃどうするんですか、もう超消極的にいけって言われたんですよ。まっすぐ張っても打てないだろ、フォーク張っても打てないだろ、カーブなんか来ないだろ、どれか張れよみたいな。そうそうそう、俺ね結構ねそれね日本シリーズの時の松坂にも使った。松坂にあの小久保がいる時に、うん、小久保に今日の松坂絶対打てるわけないんだから、あんなピッチャーってミーティングでいきなり打てるわけないんだからって、うん、じゃあどうするよって、うん、打てないで終わっちゃう俺たちも気分悪いし、そうですね、でどれか個々で打てる球種だけ張って、うん、それだけ行こうよって、うん、あとはある程度スライダーってこの辺から曲がってるやつだけ狙っとけば、うん、なんとかなるよって言ったらなんとかなったのよ。じゃあ個々が決めたわけですね。そうそうそう、まっすぐ強いのはまっすぐでいいし、そうそうそう、でまっすぐだったらこの辺狙っとけばなんとかなるだろう、うんうん、追い込まれてるのフォークなんかも当たったら儲けもんでいくしかないやろみたいな感じで言ったら、ね、なんとかなったんだよね、勝ったんだよねあの時。とても打てるピッチャーじゃなかったですよね。そうそう、とてもいい時はもう全然手も足も出ないっていうピッチャーだったから。ですよね。そうそうそう、あのオリックスの山本を僕が対戦相手だとするじゃないですか。であの僕らがクライマックスやった時日本ハムだったんですよ、うん、相手が。あで正直ね俺毎日三井ちゃん電話、もう出ない時ドキドキしちゃって。毎日で毎日あったよね、うせやろっていうぐらい。出ないで5回ぐらい履歴残してで、まあ、その時に展開も読んでくれてたんですよ。そのクライマックスの展開があって、あダルビッシュが外の球場が苦手だと、だから一戦目来ないんじゃないか、大宮になったんですよ突然、試合が西武ドームじゃなくて。よく覚えてんな、すごいな。そしたら三井ちゃんでもそれ言ってくれたんですよ、多分飛ばすぞって、ダルは来ないよ、そうなるとあいつ1回しか投げないんだよって。だったらダルの前に1回1個取っときゃ、グリーンだかスイニーだかなんかそんなピッチャーで、その三井ちゃん残ってるんですけど、簡単に打てる的なピッチャーだったんですよ。指示も簡単な、多分、はい、タイミングあっていけで、ちょっと高めのクソボールに見えたカーブは飛んでも飛びつけみたいな、そういう指示だったんです。それをねシーズン中もあのライオンズのすごいあの子たちすごいのは真に受けてやってくれるんですよ。それデーブが言うからね。違うんですよ、デーブが言うから、うまいこと言ってんですよ。これはあのジャイアンツ三井さん俺の手柄にもしたいんで。俺のそう手柄でいいのよ別に、デーブが言うから聞いてくれるんだから。いや違う違う、三井さんって人いて、だから中継ぎから全部教わってたから、変化があった時なんかで中継ぎ聞いたんですけど、だからその時にだから初戦取ったらもう勝ちじゃんって、渡辺監督にも初戦どうにかとにかく勝つ、まず初戦大事にしましょうって。監督2戦目ダルビッシュ確実に負けるんで。そう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 、ああただ1戦持ってるから我々、うん、とか頭にダルビッシュ来られたらなくなるわけじゃないですか勝ちが、うん、だってもう1回来られちゃったら勝てないんですよ私。まあ、僕バッテリーのことも聞いたんですよね、僕的に個人的に、うん、前線の前田どうします、そんな逃げるしかねえよって、まともに行くバカいるかって。であとホームランの定義も教わったんです三井ちゃんから、5回までのソロなんかどうでもいいんだよって。それはよく言う、はあ、大きい大会の時はね短期決戦でよく言う、そうよく言う。でホームランバッター言ったら別にいいじゃん、打たれたっていいじゃんって、うん、1点そいつだけに打たれたら1点で終わるの、うん、あと周り抑えればいいんだ、その前後抑えればいいんだよ、うん、そうしたら 3本ホームラン打たれたって 3点やろ、3点あったら勝つやろって。そういうことですね。そうそう、ただ7回以降8球なんか特に、うんうん、もちろんインコースは見せなきゃいけないけど完全に見せ球としてくれと、その外の遠いところをライトにホームラン、これは OK だと、うん、防げない、そうそうそうっていうのを教わってたんですけど、そう防げるのは防ごう、うん、防げないのはもうしょうがない。たくさんの選手とやってきたじゃないですか、うん、吉野部なんか有名な、僕なんか有名な話っていうか、うん、もう三井ちゃんの言うことしか聞かなくなってたと思うんですよ吉野部。まあそれは分かんないけど、うん、よく聞いてたと思うんですね、うん、まあ、聞いてた。その聞く選手と聞かない選手っていうと、聞いてくれた方が冷静に見てるから実際打ちやすいのはあるじゃないですか。聞く選手はどういう選手がいたんですか。まずは松井とかもそうだったよね、うん、聞かないのはあまり聞かないの、自分の感性で言ってたのが清とか、うん、新之助とか、あとは大体聞いてたね、うん、そうですよね。そうで西なんか聞いてるようで聞いてなかったね。聞いてるようで質問してきて、おうおうとかって言ったけど、お前打席でやってること全然違うんじゃんっていうタイプ。そう、キヨも最初データは興味ないとかって言ってたタイプだけど、一回ね、一回なんかひょんなことでね、
お前左の足から入るときはとかっていう話知らない？左足から入ったときはアウトコース狙ってて、右足から入るときはインコース狙う。あ、今日は打席の入り方ですか？そうそう、入り方。タイトルに出ちゃうんですか？そうそうそう。って言ったら、えって、うん、なんで知ってんすかっていう話になって、その後ミーティングで、キヨはって名指しで、キヨお前さとかって、フォークボール、低めのボールになるフォークボール、1球目のフォークボールは振らないけど、2球来たら必ず2球目振るよな、うん、お前それ我慢してみる、そうしたら次甘い球来るからって言って、そっから聞き出したあいつ。そう見抜かれたの。そっから聞き出した。そんなとこまでなんか見てくれてんだみたいな。で俺は俺としてはたまたまなんだけどね、それね。あ、たまたまそのデータ整理したら、あ、なるほど、あ、こいつなんかこんな癖あんだとか、うん、それをたまたま言ったら聞いてくれて、うんうん、そっからその企業といろんなデータのこととかで話する、照らし合わせがするようになったけど、ね、うん、それまでは聞かなかったよ。まあ、確かにあいつスコアラの話何でも聞いたのは見たことないですね。聞かない聞かない。あれ天才肌なんだ、山張らないタイプなんですね。そうそうそう、聞かない聞かない、うん、もうまっすぐからの変化球じゃん。で、ね、で、オチさんもそうだったの。オチさんはもうミーティング来なかったから、ミーティング自体来なかったでしたっけ。もうオチさんも絶対ミーティング来ないから。でもオチさんは俺が必ずロッカールーム行くじゃん、はい、ロッカールーム行くと、あ、ちょちょちょって来て、うん、お前今日何話したって必ず聞く。必ず聞くのよ。あの、やっぱりなんかプライドというか、そうそうそう、自分の時間欲しいのか、そうそうそう、来ないけど、そう、必死なんかさ、いつもスパイクとかグローブとかこう見ながら、やってますよね、落ちた結構。今日お前何話したって、いや、こう話しまれた。そっか、ピッチャー癖はとか。見てるんかい。これ言ってええのかな。そうっすか。そうそう、必ず。毎日、そう、毎日聞いてた。絶対ミーティング上には来ないんだけど、必ず個人的には面談してた。オチさんって山張りじゃないですよね、どうなんですか。山張りじゃない、あの人は。あの人は山張らなくても、だってすごい近くまで呼び込んでいってるじゃん。そうそう。あの人、紅白戦とかで打たないんだと思ったら手出てきますもんね。そうそう。で、たまに ゲーム中に、はい、あいつ、なんかあったよな、なんかあったよな、癖なんかあったよなって言うから、ありましたって、なんだっけって、こうですって言った、あ、そっか、オッケーとか言って、分かったって言って。あ、聞いてたっすか。聞いてたよ、あの人。何気に。人前では絶対出さなかった。あのくらいのバッターでもやっぱり分かった方が楽なんだなと思ってさ。でもあれ癖ってみんなの教えるとあれ相手にバレますね、不思議に。バレるよね、絶対どっかで漏れるんですよね。そう、だからもう言わなかったもんね。そうですよね。そう、だからまあ正直代打陣も自分で知ってても教えないですもんね。教えない教えない、はい、絶対教え、一人バレるか選手に言わないよね。そうですね。そう